どうですで今日はね9月1日になる前にということで毎年こういった動画を撮らせていただいてるんですがもしかしたらねそういう動画を知ってる方はあれ階段じゃねえのかってね思う方いるかもしれませんいつもね階段で撮るよく階段動画っていうふうにやってたんですけど今ねあの息子たちがリビングでドラえもん見てまして階段撮れないんですよだからいつもの画角で、えー、今年は撮らせてもらいます。 でなんでこの動画撮ってるかっていうとねまあ9月1日、えー、ご存知の方もいるかもしれませんが、えー、学生の自殺者が、ね、一番多いい日と言われていますでその前にあのうちのチャンネルは特にねそういうこう学校のことで悩んでたりとかいう子も多いのでうーんそういった子たちが一人でも死っていうものを選ばずにもうちょっと頑張ってみようかなって。 思ってもらららいいいいいいいたいなというそういう思いとうううそ思か願いを込めて撮らせてもらってせももっますもしかしたらテロップは今年ねついてるかもしれないんですがカット編集は入れないって思っているのであの変に下ったりとかん止まったりとかしちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと時間ある時にでも見てみてください。あの全然興味ない方は見なくて大丈夫ですからねあの時間取らせちゃうからさ。実はですねこれを今撮る前に 自あのー、私中学の時ちょっといじめを受けてた時期があって、えー、毎日死のうと思ってました生きてる意味が分からなかったそう自分がこの世にいるからいろんな人に迷惑をかけているんだと、うん、いじめられてるのも自分のせいだと思ってたしね自分が太ってるから悪いんだなって自分がコミュニケーションを取るのが下手くそだから悪いんだなってネクラだから悪いんだなっつってね まあそんんななななに思思っっってたたたののことはなかったとはかかうけどなあ,ったのかなあの知らなかったけどでも思っててさで何かその時に言われてた言葉とかまあ俺別にそこまでね今の子みたいに SNS のいじめはないからあの今の子によりは全然苦しくなかったんだけどでもまあ俺にとっては苦しくてその廊下で話してる女子3人組のさ冷ややかな目線だったりとか。 わざと聞こえるよううに言っっててんだろうなってい何か,か,か思い出したらさ <laughs> あなんかすごいしんどくなっちゃってでもでもいいかなってだって今これをきっと見てる子たちは同じような心持ちでいる子が多いんだと思うんだよねで夏休みがさこの終わるちょっと今,今年はね撮るのが直線になっちゃったんだけど1週間前2週間前ぐらいかなその辺からさ 毎日胃が痛くなるんだよねそう学校のこと考えると胃がキリキリしてさ「またあれが始まるのか」って。<laughs> で俺あの時その時髪の毛が抜,抜,抜いちゃうねのやってたからなんか机に座ってさ勉強しなきゃ宿題やんなきゃってってやんだけどさ気づいたら髪の毛が抜けてたりさうんなんか震えがしてきちゃったりとか涙が出てきたりとかさ。 寝ななくなって,つって <laughs> でそんな自分が情けなくてさあやっぱり自分がクソなんだなって自分がいけねえんだなっ,つって思ってたんよねそうまあそんなのがあってでも,、まあ、もう38になっていろいろその頃も振り返ったりとかあとは今ねみんなからの悩み相談に答える活動もさせてもらってるからそういうのを見てて思うこと、うん、思うことはねちょっと悲観的なことを言うよごめんね悲観的なことを言うんだけど。 俺がさ何か言ったとこでさその子のさ今今この現状は何も解決しないんだよ本当にいろんなタイプの状況みんな苦しんでる状況があってさ例えば学校でいじめを受けてるとかさその嫌がらせを受けてる子たちのいじめはなくならないんだよ俺が何を言ったって家族のことで悩んでるそのしんどいことを家族に言ったのにもう取り合ってもらえないとかそもそもねとか家族から嫌がらせを受けてるとかっていう子もいたりするで俺が何か言ったところで何も解決しない だからどん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 こうみんなのことをみんなのことがみんなのねこう悩み相談を答えていくうちに自分の無力さというかさっていうのを正直感じるの分かってんだ何も変えられないことはねそうでもでもやっぱりなんで取るかっていうと俺の一番思ってるさみんなに生きててほしいっていうさこの思いだけはやっぱり届け続けたいんだよね。そうあのー 今この活動12年目なんです私12年でえとえと一周回ったのよですごい初期の頃からさまあ本当初期の頃なんて全然いなかったよ視聴者の方ねでもたまたま知ってくれてさこう悩み相談答えした子もいて当時からで当時は見てる方が少なかったからさメールとか送ってくれた子の悩み相談結構こう普通にこう返した時期があったのでよくこうこうねやり取りをさせてもらってた子がいて当時。 すごくここう、まあ、学校とと家のこと親御さんお母さんがねちょっとこうなかなかしんどい方でその子の親お母さんはねでもお母さんの存在がネックでもその子はもう死にたいっていうすごいずっと思ってる子だったんでそれにずっと話を話を聞きながらまあ文面上だけど聞きながらで実はま数年前に、まあ、その子さも年、ね、が経てば成人するから。 で仕事の研修でこっちに来るっていうんでちょっとご飯行くかみたいな話になって久々だったからって言ったんよねでその子がさ言ってくれた言葉が今でも俺の励みになってて「あの時こんな連絡してましたよね」って言ってあのー、そのその頃をさ2人で懐かしんでさ笑えた時があったのその子がその子の今でも大変なことはありますけどでもあの時に比べれば大丈夫ですみたいな。 その時もちろんさ、感謝の言葉も言ってくれて、そのまま嬉しく嬉しかったよ。ね。その、あの、あの時ありがとうございましたって嬉しかった。でもそれ以上に、その子がその辛かった時期を懐かしんで笑えたことがすごく嬉しかった。そうなってほしいなって普段からと思ってるから。さっきも言ったみたいに、今すぐのことは何もできない。俺には。できないんだけど、でも、 みんなが、俺、恋うう動画ちょこちょこ撮るじゃん。結構メッセージ系のみんなが、ちょっと頑張ってみようかなって思ってくれてでもそのさ、ちょっと頑張ってみようなんて、その長続きしないんだよ。分かってる、それも。あって俺がそうだもん。そう。なんかさ、見て頑張ろうって思ったのにさ、1週間後とかにまたやんだりすんじゃん。すんだよ。でも、それでもいいと思ってんだよね。でも、その、もうちょっと頑張ってみようっていうのを、このチャンネルを通してみんなに少しずつ感じてもらって、で、 そのちょっとがさ、続いてったら、まあ、長くなるじゃん。で、長くなった時に、状況が変わったり、まあ、学校が変わったりとかさ、もしかしたら、こう、月日が経てばみんな家を出れる時も来るから、ね、一人暮らしを始められたらさ、こう、親から離れられるし、環境が変わって、で、その時振り返って、その子みたいに、その、あの時は辛かったですよね、あんなこと言ってましたよね、って。本当と辛かったよ、って。でも、今、幸せですというか、頑張れてます、って。 あの時の苦しみがあったからそんなちょっとのことはへこたれないですみたいなことをみんなじゃないよ100%みんながそうなるとは思えてないけどでもその子が証明してくれたから俺の中でだからみんなにみんなもそうなれる可能性があるんだよっていうのを伝えたいそう伝えたいしそうなるには生きててもらわないで困るでしょで俺はみんなと会いたいのよ 今さ、講演会とか今年まあ今日去年あたりからすごい精力的にで今年めっちゃ精力的にやってて実は今年目標がさ20公演なのよ2023でも実はもう達成終わっててそう多分3 4 0ぐらいは今年まあいろんなねイベントも含めてだけど多分できるで多分それ来年もそれは変わらない、うん、YouTube の活動も続けていくけどみんなに会いに行く会いに行ってきたてもこねちょっとおこがましいねでも会いたいんだよね で講演会の後とかさ、その会にもよるんだけど、OK もらえたら交流会もできるから、その時に話を、実はそういうのもあったりするの。そう、昔見ててみたいな、あの時はって言ってくれる子がいたりするのよ。そうなりたい。<laughs> だから、ここで伝えたかったのは、みんなのことを生きててほしいって思ってる人間がここにいるよって、そう、それが伝えたかった。うん。だからどうしたと言われたらそこまでだ。<laughs> そこまでなんだけど、 でもそれは俺の本心だからそう会って話したいよってそれは今すぐには無理だけどねちょっと経った時に何かのきっかけで会ってこのつらかった日々を一緒に懐かしめたらいいなまあ一緒にっつうかね俺からしたらそうだったんだねっていうことしかできないけどもと思ってますはいなのでまあそんな暑苦しい <laughs> このおっちゃんの まあ思いがね少しでも届いてくれてたらと思ってえこの動画を撮らせてもらいましたほんとまとまりない動画になっちゃいましたけどえここまでご視聴いただきありがとうございましたえ9月からもね変わらずにえ月曜日まあ勉強法だったりとかこう励ましたいとか時にはカツを入れることもあるかもしれませんけどえ変わらずね私の思いを月曜日にまた 発信する動画撮っていきますので、よかったら9月もね、一緒に頑張っていきましょう。それじゃあここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。また来週、待ってるからね、動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイ